本打ってくれたので。さあその大高です。そう高橋健志に変わりましたね。3年生の高橋が打者に対して、ね、膝元のラインでしっかりと投げ込まれている強いまっすぐ、内外の投げ分けられたまっすぐに対して、この今みたいに膝元から落ちるスライダーを見せられると、ね、なかなか打者はそこの球を振ってしまいますし、はい、そうですね、ただこうストレートが決まってくるとなかなか打ちづらさはあるでしょうかね。はい、そうですね、変をどっちかしっかり狙い球絞っていってほしいですね。1番の庄島です。そして変化球、いや本当にテンポもいい、この矢沢の初回の立ち上がりです。庄島を追い込んだ、ワンボールツーストライク。もう一つスライダー、テンポがいいなと思いますし、そのテンポによってコントロールも入ってますから、なかなか打ち取ること難しいんじゃないのかなと思いますね。2回の表の矢沢のマウンド、もう一つスライダー、空振り三振。いやナイスボールですね今の。